こんにちは。今日はですね、光の単位に関する問題について解説しようと思います。原則的に3問出題となります。それでは1番、均等拡散面上における輝度は照度と反射率との積に比例する。こちらの丸バツを出してみてください。正解は丸となります。2番、光速発散度は光源反射面、透過面から発散する単位面積あたりの光速である。こちらはいかがでしょうか。答えは丸となります。3番、光速発散度の単位はカンデラである。答えはバツとなります。それでは解説に移ります。光の単位っていうのは5つ指標がありまして、それぞれについて単位を理解することによって問題を解くことができるようになります。まず高速があります。この単位は何でしょう。ちょっと考えてみてください。答えはルーメンです。これの覚え方として、ラーメンの束と覚えましょう。ラーメンの束です。次に小、この単位は何だったでしょうか。答えはルクスになります。で、次ですね、高速発散度。こちらの単位は何でしょうか。これはですね、ルーメンの単位面積のあたりの、光速量ということになります。なので、ラーメン分の平米というのが単位になります。一応、ラドルクスという単位になってるんですけども、覚え方と、公式的に理解するために、ルーメン分の平米と覚えておきましょう。で、実はですね、この照度っていうのも、ルーメンの光速の単位面積あたりの、光速なんですね。それでは何が、こう、照度と光速発散度で違いがありますあるかというと、これは、照度に関しては、入射です。高速発散度に関しては、この発散という言葉からも分かるように、出射なんですね。入射出射っていうのは何かっていうと、要はですね、1メーターの単位面積の中から、入射っていうのが、光が入り込むというものに対して、出射っていうのは単位面積から出るというイメージになります。出射ですね。で、あとは入射となります。
理解してほしいのは、ショートと高速カットサンドっていうのは単位が一緒だと。で、その際に何が違いがあるかというと、入社と出社という意味合いになります。それでは次の単位いってみましょう。こう。この単位は何でしょうか？正解は、カンデラトレロ。で、これの覚え方に関しては、コードを、ネズミがコードをカンデラ。コードをカンデラ。という覚え方をしています。で、これは出社入社、どちらでしょうか？正解は出社となりますね。これはですね、このコードっていうのはですね、もともとこのカンデラっていうのはキャンドルが語源になっています。なので、こう、キャンドル、ろうそくから光が出社っていうのを、この単位立体学、ちょっと難しいんですけども、目で見たときの、が出社する、単位立体化あたりの高速と覚えてください。で、最後に軌道ですね。この単位はいかがでしょうか？これは、正解は、このカンデラを平米で割ったものが軌道となります。で、これに関してはどうでしょうか？こちらも出社となります。で、ここでお気づきになったと思いますが、軌道というのは要はカンデラコードを対面的で合っているということですね。1平米あたり分のカンデラという意味合いになりますね。で、それではですね、そのコードと輝度の違いっていうのは何かっていうと、要はコードっていうのはその転向源、ある転向源に関しての出社された時の、に使う単位となりますね。で、一方で輝度っていうのは、よくディスプレイ、モニター、パソコンのモニターのディスプレイの輝度は何かみたいな話を聞いたことがあるかと思うんですけども、転向源を平米で割っているので、ある対面積あたりの高速、カンデラを表すわけですね。要はですね、モニターの、輝度を比較する場合っていうのは、要は、対面積1平米の中で比べてないと、要はモニターが大きければ大きいほど、輝度は高くなってしまうので、平米で割っているということになります。で、こうして見ると、この2つですよ。対にして覚えていくと本質的に理解が深まりやすいかと思います。で、まとめますと、要は高速が、基準値としてあると。それに対して照度っていうのが、平米あたりの高速であると。で、高速カットサンドっていうのは平米あたりの高速であると。で、それにこの2つの違いっていうのは入社と出社の違いがあると。で、コードと軌道っていうのは、こちらどちらとも出社なんですけれども、ただ、軌道っていうのはコードの、1平米の割合という意味合いとなります。今回は、
その光の単位についてまとめておくと、基本的な意味合いっていうのが見通しよく理解できるのではないでしょうか。今日は以上となります。ありがとうございます。